ず前回の動画、くーちゃんが、虹の橋を渡った件に関しまして、たくさんのコメントをいただき、本当にありがとうございます。まあ、こんな感じで、本当にニャンズたちもすごい元気に過ごしてますし、だいぶ吹っ切れてるなっていうのがすごい伝わってくるので、ご安心ください。はい、猫ちゃんたちは、猫ちゃんたちというかね、他のニャンズたちは本当に体調も良くなりつつあるというか、まあ、戻りつつあるっていうのかな。うん。うん、あって。まあ、こんな感じでね、カメラの前にも出てきてくれるので。そうだね。本当に皆様のコメントだったり、まあ、DM だったり、本当に励みになって、もうそれがなかったら、ね、まあ、今でもまだ、ちょっとやっぱり思うところはあるんですけど、うん、まあ立ち直れなかったんだろうなっていうぐらい、うん、やっぱりショックだったので、まあ本当にそうだね、もうもっと感謝しかないです、うん、改めて本当に皆様、はい、いつも我が猫を応援してくださり本当にありがとうございます。ということで、はい、本日6月3日は、なんといってもね、くーちゃん誕生日なんですね。そうですね、4歳の誕生日でございます。はい、今までね、YouTube を約、うん、まあ、2年、3年うん、3年目かなぐらいかな、うん、やってきて、いろんな思い出が本当にたくさんあると思うので、はい、そちらを、まあ、くーちゃんが歩んだ、まあ、約4年間かな、そう、約4年間だね約4年間の奇跡として動画にしたいと思い、カメラを回しております。まあいろいろね、話していきたいことが山ほどありますが、はい、くーちゃんとの出会いね、うん、実はくーちゃんは、まあ、飼育員がね、あの一目惚れして大丈夫かなちょっと変なこと聞こえながらも、一目惚れしてね、うん、あのお家に迎え入れたんですけど、まあ本当にとにかく最初の頃からもう美女よく可愛かったね、もうめちゃくちゃとにかく本当にあ、もうちっちゃい天使だみたいな、天使うん、ちっちゃい天使だっていう、うん、いや本当に第一印象だったかな。でまあそのまますくすく育ってね、うん、本当に大きくなっても変わらず、うん、もうとにかく我が家からその美女担と言っても過言ではないぐらい美猫だってザ・美猫だったね、うん、本当に綺麗な子で結構愛されながら育ったよね。いやでも本当にそうだね、風にも、うん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 、ここからはニャンズたちとの、なんて言うんだろう、思い出話、うん、じゃないですけど、まあ、まず、まあ、一人一人濃いからね。そうそうそう、一人一人ね、いろいろこうあったから、まずはあの末っ子のビビ君からね、下から順番にね、行きましょうか、じゃあ。はい、行こうかなと思います。その、ビビ君とは、そうだね、印象的な部分で言ったら、眠そうだね、うん。印象的な部分で言うと、病院にビビ君が体調を崩していた時に、うん、のくーちゃんがちょっと心配そうにこう寄り添ってる姿というか、そうだね、大丈夫って言ってるシーンが、王さんは結構の、記憶の中に残ってるかな。なにくーちゃん、心配してるの？ビビ君ね、ちょっとね、お熱で偉い、あれ乗ってるけど大丈夫？おお、なんか。ねえねえ、ビビ君、ちょっと偉いみたいだから、お姉ちゃん譲ってあげたらいいんじゃないの？踏んでるよ、ビビ君。ビビ君ね、処刑されてんの？ギロチンされてる。ギロチンされてる。あ、お姉ちゃん来たよーって。かわいい、くーちゃん。あー、くーちゃん、お母さんしてるよ。かわいいね。お姉ちゃんしてくれてるんだな、じゃないけど。うん、本当にね、時に怒られ、ね、時に心配され。え、そうそうそうなのよ、本当に。まあ、最終的には、あの、くーちゃんを超えちゃったからね。あ、そうですね、最終的にはね、末っ子が一番大きくなっちゃって、まあいいことなんですけどね。うん。でも、くーちゃんとの思い出いっぱいあるね、ビビ君。ね。ねえ、お姉のこと大好きやったもんね、ビビ君。大好きだったね。ビビは好きやけど、お姉がね、あんまりね、そういうの好きじゃないから。ちょっとツンツン気味なとこもあったけどね。うん、でもたくさん思い出作れたね、ビーちゃん。うん。よかったね。続きまして、お米先生ですね。まあ、お米パンはもう言わずもがな。うん、本当に怒られまくった姉貴やったな。そうやな。終始怒られるとかな。うん、怒られての、ニャンスやったな。怒られてしかない。悲しくなってきちゃったねな。まあ、けれどもね、なんやかんや本当に仲良くやってくれてたよね。そうだね。最後の方はパン君も恋愛対象だったからね、クーのことが。そうだね。好きになっちゃったもんね。ねえ。まあでも二人とも、クーちゃんのキャラを理解しての接し方っていうのがあったから、そうだね。本当すごいなっていうとこは。うん。うん、
いや、本当にいいお姉ちゃんでした。いいお姉ちゃんだな。本当にいいお姉だと思う。もう誰に対してもいいお姉なんだけどね。まあね。続きまして、もじゃこでーす。もっくんはクーとかに結構面倒見てもらえてね。え、そうだね。本当に可愛がってもらってたよね。うん、あの時初めてお姉ちゃんらしい一面が見れて。うん、いや、本当にそうだね。あ、可愛いなと思ってたんだよね。いろんなこと教えてもらえて。ね、うん。あ、彼氏か、恋敵が。恋敵がおります。ねえ、もっくん。顔が似てるからかね。うん。あの、くちゃんにもね、大人気でしたよね。愛されてたよね。愛されてたよね、本当に。モグもそんなクーのことが大好きだったから。いや、本当にね、嬉しかったんだろうね。うん、嬉しかったと思うよ。ね、嬉しかったよね。うん、ね、モグ。まあ、あの悲惨な事件は忘れんけどなってな。ベルフィットですか？あれは記憶に残る。あれは本当に印象的だね。びっくりした。やばい。やばい、やばい。あ、あそこ。わー！あー！あー！ちょっと待って。垂れてきちゃった。やばい、やばい。かかってるって大惨事大惨事ねえ、もっくんさすがにお姉でも許せんかったな、許せんかったね本当になんだろう、クーには守られたよね、モグはね、いろんな意味でさ、うん、本当にいや本当にそうだと思うわ、うん、え、ね、もっくん今クーちゃんと思い出を語ってんの、そういや、それは分かってるよ。で、分かってるバリのすごいなんか、ねえ。あれだよね。なんか一緒に酒飲んでくれてるみたいな。本当にね、なんかね。続きまして、続きまして。ねえ、レディースかけちゃったよね。そうだよね。そうだよね。レディースがね。ひろちゃん一人になっちゃったということは、あなた。大変よ。大変だわよ。メンズの相手が。ねえ、お相手がちょっと大変になってくるけど。まあでも、くーちゃんともね、恋がたきっていうのかな。そうだね。だね。やっぱ一番印象的なのはバブの取り合いだよね。そうだね、うん。まあでも、あれだよね、良きライバルでもあり。そうだね。姉貴でもあり、同じ人好きになっちゃったら、まあ仕方ないよね。まあ、ちょっと難しいよね、ひろちゃんね。かわいい。でもさ、結構なんやかんや、動画界でもさ、一緒に寝たりとかね。そう、まあ、その、いい距離感を保ちながらね。そう、適度な距離感で、そう。知ってたよね、本当に。知ってたね。でも実は、本当に、いろはが一番、この一週間、その、くーちゃんがいなくなっちゃったことを、その、受け入れられないじゃないけど、そうです、最後まで本当に。最後まで本当に、今も多分まだあれなんですけど、まあ、やっぱりこう、くーちゃんがいた時はね、見せんかったけど、やっぱ寂しいんだろうね。そうだね。はい、はい、続きまして兄弟のプブです。はい、兄弟のプちゃんでーすでも本当に血のつながりはないんですけど、おそらく、うん、その血のつながりがあったのかっていうぐらい同じだったよね、うん、もうね、うり二つだよね性格もやることも、うん、いや本当にそっくりでね、よう怒られとったもんね、くーちゃんに。でもなんか一番信頼できる相手って感じだったね、プーは。そうだね、プーにとってさ、そうやな、なんか本当遊び方も一緒で、うん、喧嘩する時もなんだろう、お米パンとかクー色とかとはまたちょっと違うような、うん、そうだね、同じなんだろう、立場というかそうやな、ねえ、うん、プーにはなんか何しても大丈夫じゃないけどね、うん、っていうところがあったというか、お姉だったね、本当にね、分かり合える部分が大きかったんだろうね、アメショといいね、妹なのにねでもお兄はね、一番その明るく振る舞ってくれたね、この一週間。そうだね、うん、もう本当にプーちゃんは何も変わらないです。何も変わらない多分あえてだと思うけど、いや本当にみんなを元気づけてくれてるんだろうなっていうのはすごく感じるけどね。いや本当に、うん、あなた強いよねクーの分もしっかり生きなかよ。そうだ、健康にね、あなた食べおケーキ食べ過ぎないようにって、あのインスタの DM めっちゃ来てたからな数やってくれるって、数ではやりませんけどもあなた、なんと言ってもあなた、そうよ、本当に可愛いなと思ったのは、まあ、まあ、ごめんねの気持ちもそうなんですけど、くーちゃんが西の橋を渡ってから、もうバブ君、うん、もうなんか亭主関白が嘘かのように、もうずっとくーのそばに寄り添って、もうくーちゃんくーちゃんでね。そうだね、ねえ、悲しい悲しいだったよね、バブ君1週間ね。ねえ、今でこそちょっとね、あれだけど、良くなったけど。うん、バブは、もうとにかくカップルだったからね。そうですよ、あなた彼氏ですよ。うん、なんだ、なになに、どうしたどうした。僕彼氏ですね。ねえ、彼氏でね、本当に。もう本当に、どんな時も一緒だったし。一緒だったね。もう、本当になんというか、
マジで、マジのカップルよね。ほんと、バブと出会えたこともね、うん。我が猫ハウスに来てなかったら出会えてなかっただろうし。そうだね。うん。こう、多頭飼いって、こう、いろいろね、なんというか難しい部分もあるんですけど、まあ、こうやって好きな人ができるっていうのも良さですからね。うん。ね、バブくん。ね、ふーちゃんに好かれてどうでした？幸せやったな、あんなビジョン。めったにいないぞ。いや、ね、ねえ、パンチ。現在パンクキャットオイルの点検中です。こんな感じで本当にみんな明るいので、もう、はい、うん、まあ、本当に今回お送りしたのも、うん、まあ、YouTube 上、Instagram、Twitter、 いろんなこうコンテンツというかそういうのがある中で、うん、ほんの一部なんで、もしクーちゃん見たいなみたいな、またクーちゃんのあの笑顔見たいなってなったら過去動画を見ていただいて、でまたね、今後しばらくはクーちゃんが生前の動画もあるので、うん、そうですね、なんか撮ってるのでね、うん、まあお待ちください。そうだね。うん。で、はい、次回からは通常のね、うん、あの、明るく楽しく癖がすごいニャンズたちとともに、はい、あの、少しでもね、視聴者様を笑顔にできたりとか、うん。うん、楽しい我が猫をお送りできればなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。またコメントとかにつきましては、はい、うん、もう本当に僕たちも話したいことがたくさんあるので、ゆっくり、うん、一人一人に返していきたいと思うので、うん、はい。そちらは、もうしばらくお待ちいただけると幸いです。はい、お願いいたします。新しいエンディングで一番最初に MVP を飾ったのはくーちゃん、おめでとう。この4年間たくさんの笑顔と癒しをみんなに届けてくれてありがとう。これからもずっと我が猫の一員として見守っていてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。